36秒でわかるタル戦法型ディディコング。上必殺バレルジェット、通称タル、飛んで激突すると大爆発、背負ってる時に攻撃を受けると、タルが脱げて高速で飛び回り、操作可能な飛ぶ爆弾へ老変、着弾すると大爆発するぞ、タルの突進タルスクル爆発で相手を粉砕、自らを爆弾にして相手もろとも粉砕する奥義、攻撃受けてタルを脱いで、特殊すぎる遠距離攻撃として扱ったり、タルを巧みに操作して、意味不明な場所から爆撃する最悪の不意打ち、相手の脳がバグってしまう、本来と異なるタルの使い方、弾けた異次元のタル戦法に、おタル神剣と名付けたぞ。恐怖と混乱を巻き起こすタル型ディディ、おタル神剣戦法を、それではご覧ください。どうも三沢リオと、みそひるです。スマブラ対戦実況シリーズ始まりだ。挨拶のタルからの画面外からびっくりさせタル。開幕から異次元。異次元とかけまして、ディディコングと解きます。その心は？どちらもディディ。しょうもな、記念すべき対戦実況シリーズ最初に使うキャラは、我が相棒ディディコングタル。タルが本体です。なんだ今の、戦術は冒頭で説明した、上必殺を主軸にした中毒性高い戦法だ。タルで突っ込んで爆発したり、安い攻撃でタルを脱いで飛ばしたり、理解しがたいむちゃくちゃな戦法だぞ。タルの復帰阻止、おタル。それ空母でよくないか？空母より当てるの楽だぞ。横着かよ。崖捕まらないタルの着地狩り。意地でもタル当てようとする男。駒置きましたね。タル脱ぎの極意。安い遠距離攻撃でタルを脱げ。置いてある駒を使って、タル脱ぎ放題だぜ100%。駒が餌も同然だな。水を得た魚ならず駒を得た猿。デカモン撃墜されるパーセントだぞ。式がバカでかいタル使うのやめた方が。だが断る。私はタル使わないと死んじゃう病。不治の病なんだ。バカにつける薬はないとはこのこと。デカタル脱いではいるけど、あまり有効に使えてないね。敵が左側にいると脱げタル当てにくいのだ。位置関係あるの？あるんだよね。タルの使用解説は最後にするが、敵が右側にいると都合が良いとだけ今は伝えておく。まさにこの状況、おタル神剣王に復帰阻止するタル DK さんだ。わけがわからない。疲労再生版駒を使ってタルを脱ぐ。ロボ側は復帰阻止されないと安心。そこに脱いだタルを復帰に合わせるネスの PK サンダーのような挙動、つまり DK サンダー。ネスに怒られろ。おタル神剣はこんなものではないぞ。無駄にいっぱいあるんでね。おタル神剣王に集は過去に投稿してあるから、気になる方は過去動画をどうぞ。古速な宣伝。駆け上がり読みのタルは草。でもこれ25ダメージ入ってんだよな。火力が高すぎる。着地は横必殺でごまかし、バナナ回収してタルで復帰。やっべ、タル噴射間に合ってよかった。対処も攻撃方法もバカすぎる。下強の後に横必殺、これ入りやすくてお気に入り。今はタルばかり目立ってるが、宿主のサルも強いからな。そっちがメイン定期。よくわからんコンボで仕切り直し。駒読みタル違ったし、タルもミスった。餌あるじゃん。粉いただきまタル発射。おタル神剣タルスクル。脱げたタルと本体の2段構え。脱げたタルで追撃防ぎ、脱げたタルを警戒させて本体当てる。意味わからん初見殺しだろ。アクシス極まったタルが最高に楽しいぜ。着地狩りのタルスクル。本体当たって爆風に巻き込めず、デカパーセントヤバすぎで初軽量級だろお前。実はタルの激突って自傷ダメあるんだよね。6% 程度だが、普通に痛いわ。10回で60ダメだぞ。しかし相手の激痛技を食らわなければ実質無料だぞ。ガチャスクノリかよ。着地ごまかしタル。おタル神剣王にタルは言ってる。おタルとバースト。は？今ディディ撃墜されてたよね。脱げたタルはサルが撃墜されても生きてるし操作も可能だぞ。執念深すぎるよこのタル。死後強まるねん。タルの怨念か。怨念ってね、しばくぞ。デカの脳みそタルになってるぞ。餌くれるからってタルぶっぱくてになってんぞ。ルイやっちゃんだ。ほどほどなら普通に強い戦法だってのに。笑えらなんでもいい。この相打ち爆発なんなんだよ。これもおタル神剣さ。説明になってねえ。ならば実践あるのみ。おタル神剣王に DD ダイナマイト。殴った側が撃墜されてるのおかしいだろ。アシスタントのナルです。試合の補足を CM 感覚で説明する、ナル口解説コーナーです。まずはオタルとバースト。ディディが撃墜されてもタルが操作できる。意味不明な仕様を悪用するオタル神剣。撃墜後に油断した相手にタル撃中。相手もびっくりな不意打ちです。もう一つはサルの大爆発。DD ダイナマイト。脱げたタルは攻撃されると爆発する仕様。サルが攻撃受けてタルが脱げる。脱げたタルが直後その攻撃に触れてしまい、大爆発して相手を巻き込む現象です。触れた相手を爆発で道連れすることある極めて悪質なオタル神剣。爆発してるのはタルですが、サルが爆発してるように見えるので、DD ダイナマイトと名付けられました。お次の相手はゼロ数値サムス。サムスが脱いだ姿だぞ。一発の攻撃の威力が低い。だから私はタルをこするぞ。いつも通り、タルスクル爆破は後式大きいから、安易に爆発するなよ。了解、タルスクル、ビームもかき消す爆風。ゴリ押しやめろ。暇になったらバナナを出せ。出たわね、ディディ最強武器。雑に投げたら転んだので、爆発してやったぜ。バナナがやっぱり投げとく最強武器。ちなみにタルはぶっ通り越して平気だぞ。脱いだだけやん。もう一度タル脱ぎチャンス。意味わからんタル飛行してて草。崖を追い詰めたのに自ら有利捨ててるじゃん。うるせえタルぶつけんぞこら。この野郎サルキックで反撃じゃ。うるせえ。しびれて埋めてぶちのめす。この人相当など S だな。お前が好きさらしたからだろ。絶対タルで分からせてやる。乗るな三沢戻れ。距離取ったらビーム来るぞ。ここや、おタル神剣王にカウンタール。後式
きを樽で狩るの理不尽だな。これが樽のカウンターだぜ。カウンターってそういう。ここの崖バナナコンボ、ちょっとディディ使いっぽいな。ディディ使いじゃなきゃお前のなんだよ。樽だよ。ディディと樽は別キャラだよ。樽&ディディだよ。ガーキャン樽攻撃くらえや。爆風をジャスガだと当たるまでやってやる。レレレ冷静に。しばらく地味な攻防が続いたので倍速。地味とかいつつ樽の爆風見えてるのくさ。樽も決めるタイミングなく自重気味。しかし我慢が限界。樽こすらなきゃ。中毒者の症状出てるぞ。ここビーム避けて樽作る倒す天才。一瞬浮いて避けるの腹立つけどうまい。もしかして私の横必殺下手？タルに特化してるからね。そこは否定してくれよ。てかやばいんですけど、サンキュータルジェットの体当たり。地味だけど嫌な吹っ飛ばし力。ここゼロサムの下必殺フリップ読み、怒りの読み外したルックル。危ねえ。もうタルやめろよ。ここ急降下回避で地面失敗してんじゃねえか。地上へ帰りたい。ゲノセットみたいになってるよ。掴んで投げて。どうして前に投げたんですか？その上スマなんですか？タルに脳みそ焼かれちゃった。落ちケツプリケツ。まだ蓄積ダメージは160程度。いやめっちゃ食らってるな。タルで自称しまくってるからだろが。無意識だったんで忘れてた。いや忘れんなよ。ここフリップ読み上スマッシュ。ここ見てからやってない？私の反射神経そんな良くないぞ。受け身ミスやりまくるぞ。おじいちゃん。やべえだけ掴まれてない。まあこいつなら弱いし。消し飛びましたけど、弱いがなんだって？なんでもなーみん。タル以外でもバーストを狙おう。バナナガードされても、キャッチしたバナナで転倒する。これせこいなーって思いながら時々やる。バナナ有能。このゲーム投擲アイテムになる技。全般強いからな。バナナの皮はその中でも破格だが、そのバナナの強さを利用した。おタル真剣あるから楽しみにしてくれよな。この動画で紹介するからね。おタル真剣王に、いやこれは狙えないか。もう一回狙ってみるぜ。おタル真剣王に、逃げたタルは画面外を高速飛行中。画面外から、びっくりさせたる。ガチでヤバくてくさ、台の下まで貫通する爆風も、予測不可能な挙動してるのもヤバい。びっくりさせタル狙えるようになれば、おタル真剣エキスパートだ。これもう一丁、ちょっとずれてるな失敗。デカバースト難航してんな。ここもタルで決めたいぜ。ゼロサム今タル蹴ったけど爆発しなかったな。威力が低いからだろうな。バースト難航だけでなくピンチだぞ。もうタル以外の技でも倒せる。それでも私はタル、カウンタール。あと好き勝ってんのやっぱり立ち悪い。今の私は劣勢だが、現実的にまだ逆転できる。上振れ狙いの下投げ目手を、不安定だが決まると美味しい。いいね。足蹴りやめて、変わった流れが戻っちゃう。その横必殺怖いよ。あのビヨーンって伸びるやつか。持続長い撃墜技なんだよね。うわ、危ない。ゼロサムの横必殺、お前がタルやフリップで突っ込むから、置いてるのかも？なるほどこんな感じ。危ない。耐えた耐えた耐えたぞ。確実にピンチな状況だが、生きてるならラッキーだ。おタルで流れ変えてやる。台で倒れたからこのま、え、何があったん？台上でダウンしたと思ったら、台からポロリしてダウンの隙がなくなって即反撃されました。挨拶は大事です。相手に敬意を払って戦いましょう。挨拶で爆撃とか強靭かよ。さて、タイベヨネッタなのだが、コンボ火力高いキャラなので、指導技には当たりたくないが、タル構えてる時なら歓迎だぜ。なんで？こんな感じでタルが安く脱げ、コンボされずタルぶち込めるからな。何その対策方法？上必殺を餌にタルを脱いで、相手にタルの恐怖を植え付ける。ジャスガなんて無駄無駄。いやなんでやねん。脱げたタルの物理判定と爆風は、別々に当たり判定あるんだぞ。一個の技なのに当たり判定多すぎだろ。実際めちゃくちゃ多いぞ。5種類ぐらいあったと思う。ガチで多いんだよな。困った時の横必殺フリップ。移動からガード崩しと汎用性が高い技だ。ここ横必殺読みでタル構えてるのくさ。読みだけは当たったんだけどな。ゲンコツ。ここは崖掴まずタルで帰還しよう。復帰技としても優秀だからなタルは。もともと復帰技定期。おっとバナナを雑に投げてしまった。これは拾われてしまうな。バナナ拾ったな。それじゃいただき。やっべミスした。ラッキーアイテムミスった。困ったからバナナ捨ててタルしよう。やったぜ。やけっそタルックル決まったぜ。もしタルックル殴ったらタルが脱げ、放棄したら爆発するか逃げるかの二択。条件かよ。おっちょうちょう良いから、ディディコング使ってコンボするか。ここだけディディ使い。タルの後にサルも特訓したからな。特訓する順番逆だろ。ディディのフリップこねた。殴った後の着地隙は空母で消せるぞ。なんでやってないの？この時知らなかった。やめろやめろやめろ。これ撃墜までいっちゃう。よっしゃ、やけっそずらしで抜けた。タルで素早く復帰だ。ファルコンもびっくりな速さだぜ。一番足早いソニックではなく、二番目を引き合いにするのせこくてくさ。ベヨネッタって崖上がり横必殺やたらしてくるから引いちゃったけど、ガード待機してタルすればよかったな。やべえ、目の前に着地したけど、ベヨの後ろ投げ弱いから平気平気。おい、銃はやめろ、免許持ってんのか。ここ相手しっかりしてて、ちょっと続けば落ちるタルに対して上必殺で広範囲に攻撃してる偉さ。これはやられちゃった。この脆さはタル復帰の弱点だな。強さに代償はつきものだ。かかってこい、ボンバー。また DD ダイナマイトしてる。触れると爆発します。ノックバックで着地地点ごまかし絶好。これ割とあるあるなんだよね。爆風のエフェクトで見えにくいからなおのこと。あっやべ、おばさんやめちくりー。イヤホンとやめてやめて、動物をいじめるな。火力エグいなー。これはコンボ警戒するわけだ。ひどい目にあったぜ。今バナナ取ったな。そのバナナをいただくぜ。
一旦タルの操作をやめて、復帰に専念すっと、タル操作に夢中になり、復帰ミスは三流のバレラーだ。バレラーってなんだよ。転んだぞチャンスへ体当たりで吹っ飛んで爆風当たらねえ。ダメージ蓄積してるからね。新しいおタル神剣を狙うぜ。おタル神剣用に、バナナを与えてタルを脱げ。バナナ脱ぎ。強いバナナを相手に奪わせ、それを餌にしてタルを脱ぐ。強くて奪いやすいって心理を利用した企画。ゼロサム戦で話してたバナナ使うテクはこれだね。おタル欲張りコンボ、下投げ空したからのゼロ距離タルジェット。60ダメージ入ってるのやば。ゼロのコンボより火力高いじゃん。本来はバナナの皮から入るんだが、なかったのでアドリブでごまかすでゲス。エスカルゴンさん。弱い攻撃に合わせたタル脱ぎのつもりが結構痛かったぞ。ママ生きてるからえ。しかしタルは脱げて生きてる。タルの怨念だ。やめろ。やべその位置は無理そうだ。諦めて新しいタルぶち込んでやるぜ。タルキック。脱げタル物理アタック。タルで攻撃して脱げたタルで追撃って、脳みそどうなってんだこいつ。これがタルに脳焼かれた男だ。それ認めてるのか。タルを普通より多少使ってる自覚ある。さあ罠を仕掛けるぜ。こんなところにバナナの皮が。おかわり。転んだら追撃、取ったら餌。おタル神経用に肉を切らしてタルを立つ。バナナ脱ぎ。これは負傷。奪ったバナナで着地狩り狙う相手に、それを読んで逆に利用。バナナ脱ぎ本当に良いアイデアだね。おたる神剣バナナ脱ぎの補足。下必殺バナナは地上の敵に投げると点灯。強力な投擲アイテムですが奪われます。その強力で奪われやすい心理を利用して、タル脱ぎの餌にするテクニック。タル構えてる時はバナナで点灯しない。受けるダメージも低く安い。タル脱ぎには絶好の飛び道具です。この技は相手が投げるバナナだけでなく、奪われて相手のものになって落ちてるバナナ、これでも脱ぐことが可能です。奪われたバナナを餌に、落ちてるバナナを素早く処理、相手に奪われてしまったバナナを対処できる割と有用なおたる神剣です。おまけのタル解説コーナー。タルには出始めから爆発、脱げたタルなど至るところに当たり判定あります。1個目はタルジェットの出始めのジェット噴射の当たり判定。威力そこそこ高く撃墜狙えなくもない。2個目は飛翔中の体当たり。威力吹っ飛ばしが低く、勢い落ちると当たり判定すらなくなる。3個目は激突で発生する爆風。タルのメイン火力です。威力高いだけでなく、戦場の台下の相手を巻き込めたりと攻撃範囲も広いです。4個目は脱げたタル本体の物理判定。威力が低い物理攻撃の飛び道具になってます。5個目はタル本体が爆発した時の爆風。爆風の威力はタルックルの爆風と同じです。タルの当たり判定は以上となります。一つの技に5種類も当たり判定あるんだね。いや多すぎるでしょ。お次は脱げたタルの操作口解説。対戦でやってた意味不明なあれやこれ。背負ってる時に攻撃を受けると脱げ、6秒間高速で飛翔するぞ。時間制限、激突、攻撃受けるなどで爆発、爆風は範囲広く撃墜も狙える。脱げたタルの挙動はランダムではなく、とある規則性さえ守れば、先ほどの対戦みたく自在に操作可能です。それじゃタルの規則性について解説だ。タルの操作と規則性ですが、タルはキャラを動かすスティック、エルステで操作をします。ただし規則性あるのでそれを守らないと。タルは正常に動きません。あの動きを正常と言っていいのだろうか。重要なのはエルスティックを時計回りに操作することです。意味わかんないけどガチです。時計回りなら直感的にタルを操作できる。あまりにも謎すぎる規則性あります。トレーニングなど試しにタル脱げた直後、雑でいいので時計回りにスティックぐるぐる回してみると、タルが素直に動いてるのがよくわかります。自由に動いてるように見えてたが、よく見ると時計回りの法則に従い狙いたい場所へ落下させてます。もし反時計回りなど法則を無視するとタルが暴走して操作不可能になります。タルどこ行くねん。1戦目に話した敵が右側だと都合が良い。これは時計回りに操作する関係上、右側ならタルを脱いだ直後や位置回転させる手間がなくなるなど、簡単にタルを爆撃できます。右側が当てやすいってそういう。おタル真剣カウンター。ある。これは相手が右側限定で使えるテクだね。あのインチキカウンター、一応条件あって成立してたんだな。もし左側の相手にタル爆撃する場合は、時計回り意識しながら調整する必要あるので、位置回転させるなど回りくどく操作するなど多少手間取ってしまいます。何度か回転させて着弾させるから攻撃が遅れてしまうのも難点。タル脱ぎ戦法を使いたいなら、相手が右側になるよう立ち回ると良いね。タルの仕様と脱げたタルの操作。口解説はこれで終わり。他にも細かい仕様などありますが、今回はおまけとして紹介してるので、もっとタル詳しく知りたい、やってみたい、そんな方は過去のタル脱ぎ解説動画をどうぞ。ニコニコ時代以来のスマブラ対戦シリーズ復活。ミサワリオ対戦機とかやってたね。その対戦機シリーズが進化。新スマブラ SP 実況シリーズ、ネオアルティメット対戦機。めちゃくちゃってか、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンじゃん。なぜバレたし。このめちゃくちゃなタイトルにも意図はあって。ガチな対戦実況ではなくタルみたく自由に戦う系なので、堅苦しくないぶっ飛んだ感じにしました。このスマブラ対戦実況の方針は、メインキャラを中心にいろんなキャラ使う実況シリーズです。タル以外にもガオガエンや勇者、いろんなキャラが登場しそうだね。なお今回のように一つの動画で使うキャラは基本1体です。昔は一つの動画で3キャラぐらい使ってたけど、後で特定
のキャラ登場した動画探すの大変だから、新しい方針はわかりやすいね。ちなみにビビーの見つかうなど1対1シリーズ実況も考えたけど、いろんなキャラ使ってスマブラを幅広く楽しみたいので、新しいキャラ使うたびにシリーズ増えてくこの方針はボツ。スマブラ対戦実況はネオアルティメット対戦機に統一させました。勝敗ってより試合を楽しむシンプルなスマブラ実況シリーズだね。それでは新実況シリーズネオアルティメット対戦パート1はこれにて終了。今後ともお楽しみくださいませ。最後までご視聴ありがとうございました。